もう入れてくれたん？結婚のお祝いをいただきました。開封したいと思います。はい、お願いします。これどうしよう。ん？これ砂遊びみたいになっちゃった。どういうこと？砂山作ってひっくり返せばいいわけ。いいのかな。いいよ。おー、定時電気で買ってくれたんだね。うん、そうらしい。もう協力が必要じゃないの。いつにがない。ドン。超かっこいいね。いや、やっぱ黒だね。今回もらったのは何ですか。バルミューダのトースターです。やっと開けれましたね。君はいい友達を持ったね。はい、OK。 あ、行こうか。はい、はい、こんな感じです。今回彼が結婚のお祝いで友達からいただいたものは、うん、バルミューダザトースタープロです。うん、素晴らしい。結婚のお祝いはバルミューダのトースターがいいなって言ったら一番いいやつをくれました。これで美味しくパンを食べれますね。朝パン派だもんね。うん、それ入ってた？普通のプロじゃなくてね、普通のバルミューダザトースターの機能だから、このモードがいっぱいあって、トーストモード、チーズトーストモード、フランスパンモード、クロワッサンモードがあるんですね。はい、で、このクラシックモードもある。はいはい、普通のバルミューダのトースターはこの5つあって、プロっていうやつをいただいたので、このサラマンダーモードっていうのもあります、ね。はい。素敵ですね。うん、それでは順番にね、詳しく見ていきましょうか、ね。はい。まず、このトーストモード、はい、トーストモードはシンプル美味しいパンモード、はい、毎日の普通の食パンをめちゃくちゃ美味しく感動的なトーストに焼き上げることができるというやつですね。それで外はふわふわじゃない、中はふわふわ、外はさっくりのトーストができるということで、今度実験してみましょうね。そうね、普通のトースターね。そう、トースター。君が今まで大学4年間プラス2年くらい、うん、6年くらい使い続けた、うん、もうボロボロのトースター。チーズトーストモードは絶妙な火加減でこんがりとした焼き目をつけることができると、うん、だからチーズトーストだけじゃなくて、うん、ピザトーストも美味しいこんな感じの焼き目をつけた状態のパンができますよっていうね。すごいね、これチーズに特化してるん、うん、その次フランスパンモード。このフランスパンモードは、うん、パンを温め直すときにリベイクするときに、はいはいはい、うん、外は焦がさずに中をほかほかに、うん、なるほどね、することができるリベイクに特化したモードだね。素敵だね、うん。クロワッサンモードはクロワッサンに特化したモードじゃん。そうだね、フランスパンとクロワッサンはそのパンの種類によって使い分けるんかな。クラシックモードっていうのは普通の、うん、パンじゃなくて普通の料理に使えるモード、はいはい、グラタンとかね、うん、そうグラタンとか。このローストビーフは、うん、中にじっくりお熱を入れるから、うん、フランスパンモードでできるんだって。あ、そうなんだ。やってみたいわ、うん、で今回プロをいただいたので、プロとはお風呂ができたわ。あの、ぜひサラマンダーモードを 使えというふうに言われましたんで。言われた？うん、すごいね。だってさ、
すごいよこのモード。何ができる？プロモデル専用サラマンダーモードは、うん、仕上げ焼き専用モード、うん、パンや料理、デザートの仕上げに使うだけでたちまちレストランの味わいに仕上がります。すごっ。サラマンダーとはレストランやホテルの厨房で使用されるプロのための調理器具のこと。料理の表面に高温の火を当てて仕上げ焼きをしてグラタンや肉魚料理に美しい焼き色をつけます、うん、ということで、すごい美味しそう。この焼き加減、バタートーストの頂点に行くって、すごい。大好きなんだよねキャラメリゼ、クレームブリュレ、うん、今までさバーナーがないとさできないなって思って諦めてたんだよね。上にこの焦げを、それがさこれでできるってことでしょ、うん、めっちゃいいやんけ。今度これ作ってみたい。我が家のやつだとあんまりうまくグラタンの焦げ目がさつかなくてさ。あ、確かにいつもねいつも弱いよね、うん、なんかグラタンってね焦げ目がちゃんとつかないとなんかのっぺりとするんだよね、うん、それがもうなくなるっていうね。素晴らしい。一番いいやつが欲しいってさ言ってないのにさ一番いいやつくれるんだよ、うん、かっこいい友達がいるんだね君、うん、すごい褒めてるは。いいやつをくれてありがとうございます。毎朝パン食べるのに使っていこうと思ってるんで、これからもよろしくお願いします。レギュラー買ってるぞ。すごっ。